エレン、どうして外に出たいんだ。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。俺には理解できねえな。化け物をしのぐためなら人間性さえ捨てる。そうでなきゃ勝てねえか。俺は殺さなきゃならねえと思った。何も捨てることができない人にはこの手で巨人どもを皆殺しにしなきゃならねえって。何も変えることはできないだろう。そう思ったんだ。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためならきっと壁の外には自由が。そう、力が湧いてくるんだ。海の向こうには自由がある。エレンならできると。ずっとそう信じてた。そんな化け物になって巨人を駆逐したとして。でも違った。それは人類の勝利なのか。海の向こうにいるのは敵だ。何にも何にも変わってねえな。お前は何にもできねえじゃねえかよ。俺は巨人を殺す。一匹の殺す。命を使うのかを。自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。俺が何をしようと何を選ぼうと、その地獄の先にある何かを見ている。それは俺の自由意志が選択したものだ。戦え。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。なあ、お前らにはあれがエレンに見えたか。戦え。俺は違うと思う。あいつはエレンじゃない。僕は誰よりもエレンを理解しているつもりだった。ミカサよりも。俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれない。でももう分からない。だが俺にもお前たちが悪者に見えた。あの日壁が破られ、俺の故郷は巨人に蹂躙され、目の前で母親が食われた。俺はこの世の全てを破壊する。あることをきっかけに親父の記憶が開いた。親父が壁の王家一家を皆殺しにした時の記憶だ。ねえアルミン、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。きっとそういう星の下に生まれついたんだよ。エレンは
まだ小さな子供たちを虫みたいに潰して回った。感触も残っている。私はただそばにいるだけでいいの。エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの？この世に生まれないこと、これ以上の救済はない。俺はやる。俺の手で巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。その日を迎えるまで進み続ける。本当に地ならして世界を脅すことでしかエルディア人を守る術はないのかなって。あなたは民間人を殺した。それじゃ本当に世界を恐怖に陥れる悪夢だ。子供を殺した。世界から見れば俺たちは巨人に化ける怪物だ。そこに誤解はないだろう。もう取り返しがつかない。エレン、必ずみんなを救ってあげよう。戦わなければ勝てない。進み続けるんだ。死んでも死んだ後も巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。エレンは示した。戦えってば。俺たちはただ壁の中で死を待つだけじゃない。俺たちにはあの悪魔が必要だ。忘れたのか、何を死にここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだ。復権派の仲間ダイナ、クルーガー、報いるために。なぜだエレン、答えてくれ。俺がこの世に生まれたからだ。こんなふざけた計画、俺は到底受け入れられない。殺せろ。小さな子も殺した。この手には。俺は決してお前を見捨てはしない。俺が始祖の力でお前を治してやる。やめろ、無駄だ。世界を救う時はお前と一緒だ。エレン、大丈夫？エレン、なぜ争いを終わらせることを拒む？始祖の力を使ってどうするつもりだったんだ？俺は生まれた時から俺のままだ。エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。俺とあんたが同じだと思ってたようだが、間違っている。他人から自由を奪われるくらいなら、俺はそいつから自由を奪う。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。それに、ここで誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。俺がこの世を終わらせてやる。俺に力を貸せ。お前は奴隷じゃない、神でもない、ただの人だ。誰も従わなくていい。お前が決めていい。決めるのはお前だ。お前が選べ。全てのユミルの民に継ぐ。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。